ドイツ博物館に展示されている目262本機は同戦闘団第3飛行隊第9飛行中隊所属機第44戦闘団とは第2次世界大戦末期にドイツ空軍で設立された防空戦闘団アドルフ・ガーランド中将をはじめとするエースパイロットが集められておりまた史上初の実用ジェット戦闘機である目262シュバルベオ 優先的に使用することができた。1945年1月、ドイツ空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリングに戦闘機体総監の職を追われた、アドルフ・ガーランドのために、ヨハネス・シュタインホフ大佐、ギュンター・リッツを中サラ飛行団長がゲーリングを弾劾した。それを収めるためゲーリング・ラ空軍首脳部は1945年3月、ガーランドを Z 戦闘機体の 第44戦闘団の司令官に任じ、人選の自由裁量権を与えた。そのためガーランドは、ドイツ中の精鋭に声をかけ引き抜いた。部隊員の大半が騎士鉄十字章受章者だったため、騎士鉄十字章戦闘機体とも呼ばれた。JV44 の部隊番号は、一説には、スペイン内戦時に派遣された、義勇軍、コンドル軍団の第88戦闘大隊にあやかり、 せめて半分の成功を収められれば、ということで命名されたという。また、44には、相当二人分、という斜落も込められているという。JV44 は、自前の防衛飛行中隊を持っていた。離着陸時のジェット機は連合国軍の地上攻撃機による、機銃装者に対して脆弱であり、これの、離着陸援護が、防衛飛行中隊の任務であった。ガーランドは、 1945年の3月に第52戦闘航空団での戦闘飛行を中止して南アークスブルクのレヒフェルトの目262の訓練基地で目262への転換訓練を行っていたエイリヒ・ハルトマンにも声をかけた。しかしハルトマンは今さら自分の戦場を離れる気になれないこととメンバーが自分より上級者ばかりであるため領気に回らなければいけない。 ことを理由に拒否した。その後に、東部戦線のチェコで、第52戦闘航空団からハルトマンを戻す。要緊急連絡が、レヒフェルトの訓練基地に届き、訓練状況を視察していた、新任の戦闘機体総監のゴードン56に、第52戦闘航空団に戻って、部下と共に戦いたいとの胸を申し出たため、第52戦闘航空団に戻っている。 舞台は1945年1月にブランデンブルクのブリエストで編成されることになり、同年3月31日には編成と連成を終了して、1945年4月から JV44 は約30機の目262を持って迎撃任務を開始し、ミュンヘンからアルプス北方にかけての南ドイツのバイエルン州において空戦を開始している。 ガーランド自身も目262に乗って出撃している。4月21日、バルクホルンの最後の出撃で爆撃機変態に接近したところで突如エンジンが発火、降下したところをアメリカ軍の P-51 に狙われた。バルクホルンの目262は林の中に突っ込んだ。爆発前に脱出したものの、 バルカホルンは負傷して病院に担ぎ込まれ、そのまま終戦を迎えた。4月24日、クルピンスキーラ4人のパイロットは、アメリカ陸軍航空軍の B-26、編隊を迎撃するためにミュンヘンリーム空港から、最後の出撃をした。4機の編隊長、ギュンター・リュッツ王大佐は、行方不明となり、現在も消息は分かっていない。もう一人のパイロットは、クラウス・ノイマンであった。 ガーランドも4月26日の戦闘で P-26 を2機撃墜したが、5衛機の P-47 に攻撃され被弾、機関に成功したものの頭部に負傷し、バイエルン市内の病院に搬送され、そのまま終戦を迎えた。ハインリヒベールは16機を撃墜して、目262でのトップの撃墜数を記録している。5月2日、JV44 は、 ザルツブルクとインスブルックの基地で終戦を迎え、残っていた目262をレシプロ機の FW190 目109と共にアメリカ軍到達直前にガソリンをかけて焼き払っている。ありがとうございます。